7位の琉球、昇格に向けたサバイバルマッチです。まあ、試合前のインタビューでは琉球樋口監督からは点が最近取れていない。前半45分が始まりました。最終ラインに戻したところ、少し運んで前線ターゲット中村、やっぱり背後深さ取っていく、まあ、ここは使い分けようという意図は感じられますね。はい、ノツだから宮崎反転、宮崎ミドル決まりました。2試合連続宮崎純馬、今季3点目、甲府伊藤明監督ガッツポーズです。松原さんからもおーという声が上がりましたね。難しそうな、あの苦労しましたよね、はい、ただここでボールが受けた時にもうシュートっていう打つんだっていうことを狙ってましたし、意識的に。あともう一つはこの軌道を見ていただきたいんですけど、はい、ストレートにギューッとこう伸びていく、コース狙って、これは本当彼今シーズンミドルシュートでゴール何本も決めてますけど、はい、彼の武器ですし、それがこう甲府の武器になってきてますよね、はい、彼がもうトップまで出てくるんで、はい、そうするとボランチ、おリラに入る、ちょっと上がってしまいました。そのリラの前に落ちてきた、リラのシュート、ポスト直撃、惜しかったですね。いやそうですね、逃さない、やっぱりリラがこう出てると違いますね。まもなく後半45分キックオフです。左から右に攻めるのが琉球、前線長いボール清水ターゲットです。競り勝った、落としたボール池田、風間幸輝から右サイド引いています。金井がクロスを上げた、池田ターゲット、その奥清水、いやいいプレーですね。はい、やっぱり途中で入った風間幸輝、はい、リラが前を向く、リラが運ぶか、リラから右、中村リターン、リラ、リラのシュート、リフレクションありました。いや非常にリラいい、わずか1点、リラが反転する、角度はないがかわして左足、猪瀬ファインセーブ。前線を狙う左サイド、上原慎也、折り返した、清水が飛び込む、おエリアない、うわナイスキーパー川田、ファインセーブですけど、ちょっと止まったんですよね、はい、これ先ほどのシーンですね、はい、よくこれ足当てましたね。そうですね、はい、5対4、さあ甲府はどうする。セーフティーに1対0のリードを守りきりました。川田ファインセーブ、小さなガッツポーズがありました。